お互い拳を合わせて、それでは始めていきましょう、うん、さあマハピカチュウ VS ワンゲラープリン、さあドリルが入って上から投げてどうする、これはおっとおっと会場から疑惑の声が上がっているが、麻雀ばっかりしてますからね。さあ片や麻雀片やデュエリスト、一体どちらが勝つのか。うーん、NA が出て、さあまあ、いがうまい。さあ、上スマが外れて、ドリルから後ろ蹴り、ワンゲラ復帰が、これはしっかり阻止していく、えぐい判定の塊ですね。まずは1ストック取っていたデュエリスト、ここからジャンキーが取り返せるか。石化でしっかり逃げて、さあシュンシュンして固められているが、ちょっと待って、すごいディレイのかけ方、上でまだ死なない、さああれという声が上がっているが、あ打って、あーっとドリル横スマッシュバスト、尻尾が強い、えぐいぶつけられ方、さあお互い慎重な立ち回り、うん、さあテイル、テイルではない、さあ読んでいる、クエ、クエ、さあクエが当たらない30呼んでる、ジャックパンチ投げが、後ろに投げて復帰はどうなる、さあせっかく逃げてパーセントはほぼ互角だが、なんと弱で暴れて後ろ投げバースト、96%、 後ろ蹴りが怖い、爪入って、あっと呼んでる、さあここはなんとか逃げて、おお、さあマッハピカチュウあまりパーセントもらいたくないが、後ろ蹴り当たってバースト、さあ取り返していった、うまっ、さあシュンと抜いて、おっと一瞬の攻防、ダウンして、しかしなかなか難しい、あっとこれはバンゲラならピカチュウが難しい、 NA 当たってNA 長い、さあ NA 当たって星は上を読んだが難しい、あーっと惜しかった今、
は先頭のマハピカチュウ。おお危険ですね、これは。さあ、NA が当たって NA。 さあ、フィンガーも負けじと。さあ、トシは、あっと、掴めない。さあ、まずはランゲラープリンが、いつの間にかストックリードしますね。正面に王手。そう、これはもうワンゲラーマジックですね。うわ、尻尾早い。投げて、うん、さあ阻止したいが、復帰といえばワンゲラ、難なく帰ってくる。ドリルから上京空前、うん、さあ繋がらない。これは投げてファーストー、まずは取っていったワンゲラープリン、強すぎやろ。非常に我慢強いですね。絶対に振り込まないという意思をね感じますよね。さすがですね。さあ、お互い一息ついて、さあ準備ができました。2試合目やっていきましょう。ドリルからさあ、今のは左右転乗るか、怪しかった。さあ眠っていくバースト、さあ早く落ちてと、あーっと後ろ蹴り当たって、尻尾が強い、うまい。さあすぐに取り返していったマハピカチュウ。あと離してしまった、うまい。逃がさないぜと、ファースト。何でも知ってるな。さあしっかり打ち返し出して、ドリル、ドリル投げて、上、上、上京かすって寝て、さすがのアンゲラしっかりと火力を取っていく。さあ温まってきたか、おーっと尻尾が強い、空下まで。さあ69%、投げて、これはどうなる、あーっとずらしが本気。さあなんとか取り返して、マハピカチュウもいいずらしでしたね。そうですね、必死の競争でした。さあしかし気がつけば 65%、 1ストック。対してワンゲラプリン2ストック 0%、 後ろ蹴り当たって NA。さあドリル半角か、上スマッシュバースト、勝っていったのはワンゲラ。さあうなだれたマハピカチュウ、遊戯をやってる場合ではなかった。